はい、ということで、ついにね、ラブライブスクールアイドルフェスティバルが、なんとサービス終了してしまうということで、お知らせ来てますね。いやー、2023年3月31日16時をもちまして、サービス終了ということで、いや、非常に悲しいですね。このアプリ、まあ、ただ、何も関係ないアプリのサービス終了をね、ごちゃごちゃ言ってるわけではなくて、ランクもね、見てもらったらわかるんですが、1015と、トータル120万ぐらい課金したかな、アプリですね。うん、リズムゲームで、本当に僕が高校生ぐらいの時のリズムゲームと言ったら、スクフェスっていうね、イメージもあったと思うぐらい、そんぐらいね、やり込んだアプリですね。多分ランク戦になったの福岡県で2番目とか、全ユーザーで20番目とか、そんぐらいだったと思うんで、めちゃめちゃ当時やってました。が、サービス終了と。いや、懐かしいな。2200日前とか、もうなんだろ、このゲームの中で、エッチしてますからね、僕。すごいな。もうこれも見れなくなるのか、このメール。もう悲しいな。ということで、サービス終了するらしいんで、非常に悲しいです。ということで、そんな僕の青春、ラブライブスクールアイドルフェスティバルに、またな、という気持ちが伝えたいんで、今回はまたな悟空を久しぶりに使って PVP やっていこうと思います。行きましょう。さあ、ということで、またな悟空。まあ、合体にピン刺しで使っていこうと思います。はい、相手はもうゴリゴリのゴリ突の最強クラスのパーティーが来たんで、もう無理ですね、これ。はい、ということで、いやー、弾幕神楽に引き続き、サービス終了ですか。で、一応なんか、ラブライブスクールアイドルフェスティバル2みたいななんか、新しいアプリが出るんだっけ？そこにランクとか引き継げてほしいな、さすがに。まあ、そんなにもうやってないとはいえ。まあ、動画投稿も一応してたんでね、スクフェス。いや、懐かしい。今こそ僕、レジェンズでね、YouTube やってますけど、最初はラブライブでね、YouTuber やりたかったんです。いや、もう最悪だ。やろうと思ってたんですよね。で、ランク1000まで上げたら人気者になれるかなっていうことで、てかなんかさ、アーケードの機体あったやん、スクフェスの。あれ、ランク1000、あ、見えたね、そこいます。ランク1000だったらさ、めちゃめちゃ人気者になれるんじゃねって思って、ランク1000になった初日に、アーケードしに行ったんですけど、マジ誰からも話しかけられなかったね。やってる人いたけど。あとなんか、スクフェスって、リズムゲームっていう関係上ね、著作権とかがあるんで、まあ無理ですね、YouTube で、あれで食っていくのは。さすがに。救出して。まあでもね、今の僕の YouTube アイコンにもね、矢沢ニコちゃんが映ってる感じの通り、今の僕をやっぱり形成している一つのね、まあ僕がこんだけソシャゲをやり込んだ初めてのゲームだったんで、別になんかもったいなかったなとかそういうのは全くないですね。てか、アプリに課金してる人でなんか、ね、そういうこと思う人いないんじゃないか。結局その時間が楽しめてるんで、娯楽として。マジで全く金返すとはならん。まあね、正直もう音ゲーなんてもう今、すごいたくさんあるし、もうスクフェスなんてね、もう売り上げ的にもしんどいのは目に見えてるし、別のラブライブのアプリもあるしで、やる意味ないもんね。まあ元祖音ゲーって感じなんでね、それがなくなるのはちょっと寂しいですけど。さあ、OK。さあ、数振りにはなってないんですが、一応こっちにはマタナというお荷物がいるんで、不利なことには変わりありませんね。まあ、とりあえず湯逃げで。いやー、マタナどうやって生かしたらいいかなー。てか、湯逃げ溜まってるの、どうしたらいい。サラパン、射撃行こうか。これ、爪行きたい。待って。オッケー。もうなんなんそれ、ほんとに。久しぶりの999なのになんなんそれ。もう勘弁してよ、ほんとにもう。いや、これそのまま一個場に使ったよね、今。いや、間に合うんか。いや、しかもそっか。そっか、準備します。うぜえから。落として頼む、お願い、ほんとに信じて。ヌメルゴン。いや、全然違えわ。
いや待って、落ちないんかよ。落とせ。いや、メイン切ってくるか。キャッチメイン、うん。待って、特殊来た。これ忘れてるやろ、相手。オッケー、ナイス。さあ、フリム攻撃力落とせ。持ってけ、お前。こんぐらいいけるだろ、お前。スクフェスに刀を届けろ。ちなみに、弾格の差集動画10万再生ぐらいいったんで、この動画も10万再生お願いします。さあ、最強すぎる。まあ、とりあえず倍だけ使わせてたんで、OK ですね。負けんでしょ、こっからは。一応、カバチンキャンセル入れて。OK。おい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 。OK。はい。さあ、お願いします。いや、マジで懐かしい。スクフェス当時、本当に、ランク上げに一生金使ってたな。懐かしい、僕のセスター。跳ねて圧はもう水泳選手か、お前は。飛び込みか？さあ、これは前出しで行ったんで、裏のカバチンを連れてると信じて。オッケー。いいね。てか、たまにね、スクフェスの時の僕を知ってるっていう人が打撃キャンダイキ行って、声かけてくれることあるんで、そういうのも含めてね、昔の知り合いとかもできたアプリなんで、いい思い出ですよ。さあ、爆速ライジング溜まっていく。OK？ すごい動きアグレッシブやね。さあ、ライジングで落としていきましょう。あと僕の成人式のコスプレとかね、懐かしいな。え、待って待って待って、ちょ待って、単発で勝った、最悪。救出して、いやいやいや、強気じゃろ。いやー、さすがにライないと思うんだけどな。あ、てかマタナの弾回収地味に優秀やね、今の。時間稼ごう。やばい！待って、最悪！危ね、ミスった。初めて通常抑えて。いや、メイン切りてえな！切るか、危ない。オッケー。近づくんだよ。あ、待って、そうだ、ユニギあったわ。何やってんだよ、バカチンが。でも、こっちもユニギこれでもらえます。射撃撃ってくれんかな？究極繋がるんだけどな。飛び込み選手だったんで、いやー。大剣に大剣合わせて、いやー、さすがに、マジか。甘えたか。いやー、マジか。ちゃんと、そんなことしてくる人なのか。今のは俺が甘いな。やばいよ、またお荷物になっちゃったよ、またなが。即いきますよ。オッケー。マジで、またなの火力ビビってさ、裏下げてこん。絶対落ちないけど。オッケー、ナイス。さすがにビビるよね、こんなんされたら。いや、ワンチャン落ちたのかな？どうなんだろうね。さ、結構痛いよ。なんいや、もうヒット確認ぐらい覚えよう、まず。レジェンズインストールしたら、まず。すごい必死。何をしてらっしゃる？お前強すぎだろ、それ。回避圧でオッケー。魂込めてくるやつには回避圧でオッケー。待って、俺特殊使ったっけ？いや、待って、間に合うんか、そもそも最悪。泥足2段階要件オッケー。いや、危険。大胆振って。勘弁して。
うちお荷物いるんすよ。もう跳ねてあつ大好きなお前、ちょっと。あー、もうどっか、おー、よかった。最速取られるって学習してね、ほんとに。さあ、ユニゲで楽に勝たせてください。お願いします。何をしとる、お前は。ということで、スクエス、今までありがとう。またな。